こんにちは、アトピークラブレノアです。今日は私が実際に行っていたリンパ液、浸出液が出た時のお肌のケアの方法をご紹介します。で、私はリンパ液出してた経験があるんですけれども、顔だったり首だったり腕とか足とか胴体とか、体全身あちこちからリンパ液出ました。で、リンパ液出るとすごい気持ちが落ち込むんですよね。で、匂いが臭かったり、あとはもうベタベタしたり、あとはこう服が張り付いたりとかね。私も朝とかは起きた時にパジャマがべったり張り付いてて剥がれなくて、お風呂場に行ってシャワーかけてパジャマ濡らしてで脱いだりとか、夜中もパジャマがこうリンパ液でびしょびしょになりすぎるので一回起きて着替えたりとか、リンパ液出るとすごいもう気持ちも落ち込みますし、もう嫌で嫌でしょうがなかったです。で、リンパ液ってなんで出るかっていうと、皮膚はこう体の中をね、外部から守る役割があるんですけれども、アトピーさんのお肌は炎症がね起きてたりとか、痒くてかいて、で傷ができてしまって皮膚が薄くなったりとか、でそういう傷ついたお肌はこう雑菌がね侵入しやすくなるんです。なのでリンパ液はその雑菌から守るために、こう膜を作るために出てくれてるんですね。なのでこう必要なものなんですけれども、でもやっぱり嫌じゃないですか。なので化粧品で膜を作ってあげます。で、用意するものはお肌を清潔に保つ化粧水と、オイル、保護力のしっかりあるもの、オイルとクリームですね。ではやっていきます。ここにリンパ液出てると思ってください。まずはスプレーでおなじませてあげます。これがレノアのミストの2番です。私これ使ってました。で、次はオイルですね。オイルもこうやって塗ってあげます。で、全体になじみました。で、最後クリームの2番です。で、これがポイントですね。こんな風に、手に取りました。で、これを薄く塗ります。で、この薄くがポイントですね。これ厚く塗りすぎると肌呼吸のね妨げにちょっとなってしまうので、薄く塗ってあげて、で、ちょっとリンパ液足りそうとか、この化粧品がちょっと乾いてきたなっていう時にまた塗ってあげます。で、この薄塗りをこまめにしてあげるのがポイントです。で、これで完成です。で、これでリンパ液がちょっとね足りにくくなります。で、リンパ液が出てる時はお肌傷ついてるんだなって思ってください。なのでそんな時にはこうやって化粧水、化粧品で膜を作ってあげてバリアしてあげてください。